ムーンライト高知とは、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道が、京都駅高知駅間を、東海道本線、山陽本線、宇野線、本守備山線、予算線、土産線経由で運行していた、臨時快速列車である。JR 加護の1989年8月1日に、運転を開始。主に夏季や 年末年始の脱却時に設定され、一時は毎週末に運行されていたが、2005年以降では再繁忙期と、その前後数日に運転日が限定されていた。2008年度当期を最後に運転が取りやめとなり、使用期間車が2009年末に、客車も2010年4月末までに廃車となった。京都駅岡山駅間は、ムーンライト山陽と京都駅多度津駅間は、 ムーンライト松山と並結して運行されていた。これは、臨時列車とはいえ夜間に運行されることから、服装する貨物列車などの運行に支障を及ぼさないためであった。京都駅から新大阪駅大阪駅、三宮駅神戸駅赤市駅加古川駅、姫路駅岡山駅淡池田駅と佐山田駅、五面駅高知駅牽引する機関車は、京都駅多度津駅間が、 JR 西日本の下関車両管理室に所属し、関西地区に常駐していた e f 6 5系電気機関車が、多度津駅高知駅間が JR 四国の高知運転所に所属するで重系、ディーゼル機関車が使用されていた。客車は、基本的に JR 四国が団体用車両として回収した重に、経営、客車3両編成を使用した。 全席グリーン車指定席となっており、そのうちの一両はカーペット車であった。これに再繁忙期のみ普通車として JR 西日本宮原総合運転所所属の14、軽座席車が増結された。したがって普通車が連結されない日には青春18切符を利用することができなかった。近年では鍵、リクライニングシートの車両を使用しており、 過去には14軽客車のリゾートシュプール車や岡山電車区所属の12軽客車も使用されたことがある。2009年1月現在の編成は上り下りとも京都より3両が松山編成で高知、松山より3両が高知編成であった。廃車翌年の2011年に愚126.9、スロフ123.6の4両が若狭鉄道に譲渡された。 残りのオロ12号店10は解体されずに、高松運転所構内に放置され続けたが、同じく動所に放置されていた14系客車と、キロハ186から1ともども2015年12月14日に、ドツ工場に改装され、東武鉄道の SL 運転に向けた客車として、譲渡された。ありがとうございます。